キテレツ、大百科。キテレツ、大百科。キテレツ、大百科は、藤子藤雄、藤子、海、藤雄による日本の児童向け生活にアグ漫画作品。タイムマシンなども登場し、サイエンスフィクション作品としての一面も持つ。記事中の各話の話数、副題は、突起のない限り、藤子、海、藤雄大前週版に準拠する。発明好きの小学生、牧主。 A1、通称、キテレツが、江戸時代の発明家であった先祖、キテレツ時の残した書物、キテレツ、大百科、キテレツ、大百科をもとに、様々な発明道具を作り、その発明道具で起こす騒動を描く。豚ゴリラが登った山が、城山だったり、つトムさんの大学が、高尾大学であることから、八王子市が、舞台になっていることが推測できる。藤子 F は、 平凡な日常の中に異世界のキャラクターを投入して、そのズレによって笑いを作り出す生活ギャグ漫画を多く執筆したが、本作はこの生活ギャグ漫画から発展した作品の一つであり、異世界要素である発明道具を主人公自らが作り上げ、ものを作り上げる喜びや楽しみが描かれている点が大きな特徴となっている。こうしたものを作り上げる喜びや楽しみ描写は、 工作を愛した藤子 F の趣味が反映されたものと考えられている。発行元の家の光協会が農協系の出版団体であったために掲載誌の子供の光は普通の書店では購入することができず、連載当時にはマイナーな作品であった。書室は子供向け雑誌、子供の光、家の光協会で1974年、 昭和49年4月号から1977年、昭和52年7月号にかけて、全員40回が、藤子藤尾名義で連載された。実際の執筆は、藤本、藤子、甲斐、藤尾が担当。同志における藤子 AF の連載作としては、ドビンソン漂流記の終了よりおよそ1年ぶりの作品であり、3作目かつ、最後の連載作品となっている。本作は、 藤子 F が多くの連載を抱えていた時期に連載されており、最大で同時に8タイトル、連載開始から終了までの間に、合計14タイトルが本作と並行して連載されている。詳細は、並行連載を参照。連載中の単行本化はされず、最初の単行本は連載終了と同年の1977年に、小学館の天ム虫コミックスより、 全3巻で発行されている。その後連価版を含めて5度再出版されている。単行本も当初はフジコ、藤子藤尾名義で発行されていたが、阿鼻コ、藤子藤尾とのコンビ解消後に、藤子、海、藤尾名義へと変更されている。詳細は単行本を参照。話によって、キャラクターの設定や顔が異なっている箇所があるが、いずれの単行本でも統一。 修正はされていない。連載終了より10年以上が経った1988年、昭和63年には、テレビアニメ化がされ、ゴールデンタイムで8年以上続く長寿番組となった、詳細は、キテレツ大百科を参照。このアニメ化に合わせて、同年より、田中同盟による、リメイク作品、新キテレツ大百科が、月刊、コロコロコ,ロコミックで連載されている、詳細は、 新キテレツ大百科を参照。なお連載時には、新の文字はなく、単行本のみにあった。また1990年、平成2年以降3度ゲーム化され、詳細は、ゲームを、参照。2002年、平成14年には、キテレツのタイトルで、デビドラマ化もされている、詳細は、テレビドラマを参照。発明が大好きな小学生、キテレツこときれい1話。 発明家であった先祖のキテレツ時が、その発明道具を書き記したと伝えられる、キテレツ大百科を親から譲り受けるも全てが白紙で何も書かれてなかった。一度は落胆するも、共に伝わったメガネ、人通鏡を通して見た場合にのみ読めることを発見し、第一作として、ロボットコロスケを作り上げる。コロスケを助手として、大百科を参考にした発明道具作りを続けていた。 キテレツであったが、一見すると何も書かれていない、大百科を母親がゴミと間違え捨ててしまう。必死に創作も間に合わずに、大百科は灰となってしまうが、大百科に頼らない自力での発明を目指し、キテレツは勉強を始める。本作は、キテレツがキテレツ大百科を参考として、発明道具を作り、その発明道具によって騒動が起きるというのが、 基本プロットとなっている。前話、新しい発明道具が必ず登場し、一度出た道具の再登場はほとんどない。例外は、第25話、物置でアフリカへに登場した熱気球が、第38話、宣教水にも再登場しているのみ。キテレツ第100は、目には見えない光を出すインクで書かれており、この光を感知できるメガネ。 人通教を通さなければ読むことができない。以下、各話に登場する発明道具と、簡単な説明を列記する。各発明道具の詳細については、発明道具名からのリンク、いずれも、規定列第100課の発明道具内の該当記述へ、リンクしている先を参照こと。本節では、各単行本の概説を記載する。各単行本の書士情報については、 書始情報を参照。テン虫ムシコミックス版以下、テコミと、藤子藤尾ランド版は、当初、藤子藤尾名義で発行され、コンビ解消後の増版時に、藤子、会、藤尾名義に変更されている。この他は、初版よりすべて藤子、会、藤尾名義で発行。署名はいずれも、規定列、大百科。テコミで7は、 文庫版、連価版で8話が未収録となっている。また、これらの単行本では、第22話、ニョイ以降で引っ越しの1ページ、7ページ目も未収録となっている。規定列第100話の連載時期は、藤子 F が多くの作品を並行して連載していた時期にあたる。連載開始から終了までの間に合計で14、タイトルが本作と、 並行して連載されており、この他にも40本の読み切り漫画、うち32本が SF 短編がキテレツ大百科の連載中に発表されている。特に1974年、昭和49年9月号掲載文としては、キテレツを含めて連載9タイトルに読み切り、間引きを合わせた10タイトル20本を発表しており、1月あたりのタイトル数としては最多、 本数としても、最多記録の21本、1966年1月号掲載分、に次ぐ本数となっている。週刊の、有望と各週刊、エスパーマビを除き、並行連載作品は全て欠陥連載であった。原作漫画の連載終了より10年以上が経った1987年、昭和62年11月2日にフジテレビ系列で、90分の、 テレビスペシャル版を放送。この特番が好評を博したため、翌1988年、昭和63年3月27日から、毎週日曜19時からの30分番組として、同系列曲で、テレビシリーズが放映が開始された。富士テレビが、富士子アニメのキー曲となったのは、本作が初。以降、テレビシリーズは1996年、平成8年6月9日まで。 全331話が放送され、ゴールデンタイムで8年以上続く長寿番組となった。タイトルは、ドラえもんキテレツ大百科、コロスケの、初めてのお使い。富士湖、海、富士尾ミュージアム施設内にある海シアターで、開館4周年の記念日にあたる2015年9月3日から2016年92日まで、短編映画として公開。 アニメーション作品として実に19年ぶりの新編となるほか、本作のアニメ版がドラえもんを始めたの藤子キャラと共演するのは初の試み。2018年1月25日より、同ミュージアムの企画展、キテレツ大百科、ドラえもん江戸時代の発明と未来の秘密道具に合わせて最上映開始。アニメ化に合わせて連載されたリメイク作品で執筆は、 田中同盟が担当。月刊コロコロコ,ロコミック1988年、昭和63年4月号と春休み増刊号に、まず原作が再掲載され、その後を継ぐ形で、同年5月号から1994年、平成6年2月号まで連載された。単行本は、天ム虫コミックスより、全6巻が発行された。原作。 キテレツ大百科をベースにその世界観を広げたものであり、原稿を作成する際に何度も、藤子 F にネームや内容を修正してもらい、制作していたもので、キャラクターの人格形成やコロスケのコロッケ好きなど、アニメの設定に大いに影響を与えている。放送予定の予告は、漫画連載が終了しても最終回まで、月間、コロコロコミックに掲載はされていた。 以下の4タイトルが発売されている。ファミリーコンピュータ版は、夢見鏡の世界に引き込まれた、キテレツたちが脱出を目指すというもの。サイケデリックなマップパーツが単調に並ぶマップはこのゲームの一種の特徴である。ボタン連打による発明や、仲間が増えても、攻撃などは一切しないばかりか増えた仲間の分だけ、当たり判定、ダメージを受ける部位が増加してしまい、逆に、 お荷物になってしまう斬新なシステムを持つ。コンティニューには、序盤で発明する、キテレツ地獄で、借金を行う必要がある。このほか、2002年11月21日に、コナミから発売された、プレイステーション2用のソフト、ポップミュージック7には、アニメ主題歌の、初めての中と、睡眠不足が収録されている。ドラマ愛の歌のスペシャルとして、 NHK による実写ドラマが制作されている。タイトルは、キテレツ。初回の放送は、NHK 教育で2002年1月1日の18時30分から19時45分まで。その後、NHK 総合、教育の双方で何度か再放送されている。コロスケは CG で作られて、実写と合成され、声はアニメ版で初代に、コロスケを演じた。 小山真美が担当した。また、キテレツトキ役としては、清川玄武が声のみで出演している。2013年に、キリンビバレッジ、キリン日本チ茶テレビ CM に起用、佐藤光一が CG のコロスケと共演している。コロスケの声優は、浅野真由美。特起のない限り、著者は藤子、海、藤尾、発行は小学館。 規定列大百科の漫画本編については単行本を指定せず話数と副題で示す以下の出典は小学館コミック小学館内のページ書誌情報で発売日の出典としている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください